じゃあ久しぶり。久しぶり。いただきます。いただきます。うんま。久しぶりだね。久しぶりやね。10年ぶり。うん。やからなんか、ね、垢抜けたねなんか。あでもそうかも。確かに確かに。まあんま記憶ないねんな正直。あそうなんだ。二、うん、組だったよね。二組だったよね。だ一緒やったよ。最後坂本先生だった。坂本先生。坂本な。坂本のね、うんうん、板書めっちゃ斜めなってるよねあれ。そうそう。ね。え？そうそうそう。あすえめっちゃ思い出した今。そう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 。あそうそう。ね。書いてる時さ向こう見て目開いてんのにさ、そうそうそう、うちらの方向くとき目閉じんねん。そうそうそう逆やろお前。逆もおかしいけどな。おかしいね。あったなあの授業中にヨーグルトを食べなさんなってやつね。あったよねあれ。あの吉田がそのワックス置いてて、うんうん、ワックス蓋開けて置いてて、うん、めっちゃ切れて授業中にヨーグルトを食べなさんなって。え待って思い出した。やばいやばいやばい。ヨーグルトじゃん。全然ヨーグルト全然ヨーグルトちゃうのに、そうワックスの概念が多分なかったよな、うん、懐かしい。そうそうそう、あったよね。あったあったあった。いや意外と思い出すもんやな。思い出すね。確かに確かに。何もなんか思えてなかったけど、やっぱ引き出しがパッて開くね。で引き出しが開くね。え？そうそうそう。電気出し開いたね。全然だって、おほんまほぼ喋ってない。うんうんうん。一人で弁当食べてたもん。あそうだっけ。仲いい人いなかったっけ。仲いいの、まあ味気とか。味気くん、うん、味気くん、あ2番だ、出席番号2番。そうそうそう、味気くんだよね。味気純平でかすぎてさ、後ろの井口さん見えない。いやそうそうそう、あったよね。そうそうそう、あったよね。そうそうそう、懐かしい。あれ井口みたいななってたもん。あれ井口おらんみたいな。え高坂くん何部だったっけ。僕はねあの卓球。あーそっか。ぽくないね今ね。なんかあでもそうかも。カットマンやったからね俺卓球の。カットマン、こういう防御タイプ。あ、え、あ防御してんだ。防御して戦うタイプの人がいいの。カットマンって知ってる？わかんない。普通こうね、うんうん、戦うけど、こうカットだけする。あ、それがうまかったんだ。そうそう、カットマンで。すごい。そうそうそう、かっこいい。あ、ま、そうなんだ。うん。え、田尻さんは？あ、私はあのフルート、吹奏楽。吹奏楽。そう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 。めっちゃ持っててたよな。え、全然そんなことないよ。いやいやいや、マジでそんなことない。正直俺ほんま昔もうこんなんやったよ正直。ああみたいな。え、ああみたいな。それ地蔵、それって地蔵ん、地蔵みたいだよ今。裏でそう呼んでたみたいな。え、よ、え、違う違う、え、違って。ごめんごめんごめん、ごめん坊主やったもんな。今だから言うけど、うん、もう呼んでた呼んでた呼んでたよ呼んでた。ごめん、ほんとごめん。すごいずっとじっとしてるから、あと目つぶってたじゃん。なんか寝てるのか起きてるのか分かんなくて、ちょっと本当ごめんけど地蔵って、まあ、呼んでる子もいたね。うちは寝ないけどね。うちは寝ないけど、ほんま、ほんま、ちょっと寝た。ちょっと寝た。ちょっと呼んでるやん。すごい笑い方すごいね。でも楽しかったよねあの頃。なんかいや俺キラキラしてたね。あ、まあまあキラキラはしてた。今も全然キラキラしてないから本当に。うん、今どんな感じですもん。今は、うん、あのなんか PR ってわかる。あ PR、 うん、まあ、PR してる。あインスタグラムとかでハッシュタグみたいについてるやつですか。あとかの子たちを、なんかインフルエンサーの子たちをこうなんか取りまとめてる。取りまとめてる。取りまとめて各地に切ってる。こねて、はい、そばそばそば売ってるやん。そば売ってなかった。これ棒見えてなかったけど、最初は最後の食うとこで棒が見えだした。今そうやってやってる。あ手配とかじゃないんですね。あー、まあまあほぼそれ。あほぼそれですか、うん、こういろんなところに派遣してるってことですか。すごい。え、じゃあもうあれなんじゃない、社長みたいなことですか。言い過ぎ？あ、言い過ぎ？うん。本当？でも女社長みたいな感じじゃない？まあ、うん、言わせてみればそうなるけど、言わせなければそうはならない。あ、え？
あ、言わせてみればそう、うん、そう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 、あ、でもそう言ってほしくないって、そう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 、ラララララ音楽音楽音階、そう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 、ラララララ、うん、あ、音階や、どうどうどう、うん、まあ仕事は、あ、モデル、ええ、ファッションモデル、あ、そう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 、見ないね、あんまり、あ、本当、でも一人の時には出てない、うん、5人いろんな海外の人とか混じってる時に一人として出てる、めっちゃでかい人とか、うんうん、すごい派手な赤髪の女の人とかいる時に5人いたら、うんうん、この辺にあーね、いる、え、彼女とかは、あ、彼女はね、正直、うんうんうん、できたことない、なんでこんなかっこいいのにもったいない、ま、うん、なんか小坂くんの彼女になれたら幸せだろうなって思う、優しいし、あとモデルさんじゃん、はいはい、あとやっぱなんか気合うし、おい、なんか楽しいし、え、うんうん、あ、そう、うん、あ、なんかいいなって思うのに、あ、いないんだ、びっくり、そうなんだ、え、田尻さん、私はまあよくわかんない感じ、え、まあ、よくわかんない、よくわかんない、どういうこと、まあいないかな、いない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 、どういうこと、いない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 、え、こうもうなんか恋愛とかよくわかんなくなっちゃって、まあ、それあれちゃん、え、じゃあ、え、付き合う、え、無理え、付き合う、え、無理、なんで、ということで、アリアマレーの丸々サークル、今夜のゲストは岡田浩太さんです。めっちゃ振られて終わってる。はい、ということで岡田さん、今週もお付き合いよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。アリアマレーの丸々サークルでございます。あ、会いました、ちゃんと。ありがとうございます。ありがとうございます。くっつけないでもらってここぐらいでお願いします、ね、あ、ほんまですか。人がなんかリアクションする前にお前全部リアクションしてる。めっちゃ見てるやん。